ございますこんにちはこんばんはタカマでございますリアマでございまーすはーいということで変態通信第9回目でございまーす、はい、この番組は YouTube して中止なんなのそれ <laughs> どうした<め>今<日>瞑想したけど瞑想したけど貫き通そうとは思ったけど無理だったから戻して何やってんだろう俺って自分で笑っちゃった。びっくりしたい <laughs> というわけで「えー、ヘッド旅通信」ですねこの番組は YouTube にて毎週日曜日夜19時配信中ゲーム実況シリーズ「編集したらまるまるが旅立った」のメンバーリャマト拓磨が日常的な話からゲーム実況の裏側まで喋りたいことを喋りまくる番組でございます。 ますのでお好みのサイトアプリでお楽しみください、えー、またツイッターの方でハッシュタグヘンタビガローをつけてファンアートの方も募集しておりますので送っていただいたイラストはヘンタビ本編で紹介させていただきますのでよろしくお願いいたしますす。最近どうですかいちごがねうん。僕すごい好きなんですよなんか前の回でもいちごの話ってした,っ,てたっけした覚えないなポッ,ポッドキャスト内でしたかちょっと定かじゃないんだけど、うん たくまさんはいちご味がいいんだって話を。あしたね。ポッドキャスト内でもした気がするんうーん。いちごより俺はいちご味の方が好きって話ね。そうそうそう。アイスの話から多分出たかな。うん。何回目か忘れちゃったけど。うん。僕、あの、フレッシュないちごも好きなんですね。うん,う,んうん。で今日、お客さんからいちごをもらったんですよ。らしいね。これあの、収録前から、もう、公開収録を今してるんですけど。うん その前からずっとまず箱を開けてずっと匂い嗅いではい、あ、はい、あ、ってやってたくまさんに役やってるみたいだからやめなさいって言われたた <laughs>、うん、危ない人だもん。<laughs> いや、めっちゃ好きなのよ、いちご。でもそろそろ時期が終わっちゃうから。<laughs> まあでも今さ、ほら、えー、スーパーとかでもいちごの商品、まだまだというか、最近まだ増えてないこの時期。そうだね。だもう、最後の駆け込みだと思う、これ。駆け込みいちごうん。で、今、その、取,取れたてのいちごなんでしょ そう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 そなんかその場でじゃないけど、うん、う5分10分前に撮ったよって言われたいちごをうん、うん、めっちゃいい匂いする <laughs> あのさポッドキャストをねお聞きの方は何にもわかんないと思うんだけど今俺の目線にはね30歳のやつがいちごを嗅いでいる絵面が <laughs> しかも聞いたところによるとさパンあのズボン履いてないらしいじゃない今だって皆さん 熱くないですかもう最近。<laughs> いや熱い。熱くないですかくないです皆さん。ねえ、ねわかるでしょこの収録をね、やる前に、食ってんじゃねえよ。この収録をやる前にさ、急に、 ちょっと重大なお知らせがあるわっつって、俺とね、共有のチャットのところにさ、ズボン履いてねえって書いてきてさ。で、今、それ、急に分け、あのね、あの、いただいた苺をもぐ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 ってさ、今、俺の頭の中では寿司のパンツ履いたわ。<laughs> 寿司のパンツ一丁の男が苺むさぼってんだぜ。うん。うん <laughs> じゃねえ。うんじゃねえんだよ。 暖かくなってくると、こういう人増えてくるからね。皆さん気をつけてくださいね。変質者じゃん。お前自分のこと変質者って言ってたぞ。<laughs> だって、パンイチでイチゴ食べてる30歳は変質者でしょ。変質者だよ。<laughs> でしょインターネット変質者だよ。うん。だから皆さん気をつけてくださいね。はい。もう季節の変わり目は多くなると言いますんでね。はい、では、えー、この番組はですね、 えとお便り募集しておりますので皆様もお気軽に、えー、アンカーのサイトタクマのツイッターの投稿フォーム掲載しておりますのでお気軽に投稿してくださいということで今回もいつ普通おお読みしようと思いますい、えー、ニアスプリングさんからいただきましてありがとうございますありがとうございます、えー、たくまさんリアマさんこんばんはこんばんはいつも変旅楽しく見ています、えー、変旅の本編の方ではゲーム、えー、通信の方ではトークと多彩なお二人ですが本職、えー はお二人とも踊ってみただとか、うん、えー、お恥ずかしい話ではありますが、ヘンタビでお二人のことを知ったので。 踊ってたたの方の方動画をああままりり見たことがありませんだから早速見ようと乗り出したのですが<ー>そもそも、えー、踊ってみたの動画自体を見ることがないのでどれから見ればいいのか分かりません<う>そこでお二人にそれぞれ自分の踊ってみたそして相手の踊ってみたでこれは絶対見てというものを教えてくださいそれから見てみようと思います変旅本編変旅通信ともに毎回楽しみにしていますということでいただきましたありがとうございますすごいね こういうパターンが出てきたんですよ。すいね、ついに。変旅スタート。変旅スタートなんだね。ありがとうございます、ね。ありがとうございます。すねすごいね。もうちょっと今こ、間無料で言葉が出なかった今。なんか今までやっぱね、もともと俺たちの踊ってみたとかさ、配信とかを見てって知ってくれて、変旅も見てくれてるって方がほとんどの中、とうとう、変旅から知ってくれたっていう方がいらっしゃるっていうね。うん すごいことだと思ってる俺は。いや俺もね、<俺>このメール見た時にマジかよってなった。うん、いや続けるって大事だなって思っております。ね、にいやありがとうございます。いやどうですか、まあ、まずは自分のじゃない僕のですかまあ言うてね、うん、あんまり動画投稿自体は本数はそんなにないんで、うんうん、あれなんですけど、まああのー、ね、かあの本編動画の概要欄か。 うん、もうね一応私の情報として TwitterTikTokYouTube のリンクは、うん、たくまさんに貼ってもらってるんだけど、はい、まあ踊ってみたでいうと、まあ、YouTube に投稿されてるところなのかな見るとしたらうん特にこれ見てくださいみたいな、まあ、配信中に誕生日に大人になるためにギクチャレあのねこ,、あのー、これ,それも含めてなんですけどだいぶ昔の動画が。うん しか残ってないんですよ、僕。そうね。細いぜ。<laughs> そうね。我々、この年というか、<laughs> 6年前、5、6年前は、まあまあ細かったよね。細かったよ。うん。今はもう、こんなにすくすくと育ってって。ねえ。父親の背中に近づきつつあるからね。なんかもう、それをごまかすっていう意味であれば、あの、うん、金曜日のおはようを <laughs> 馬ののよ、<ー>一応、ホームに一応、上に一番最初に載せてあるんですけど。はい,はい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 。 ただあのボディーラインは茎出てるので顔周りだけですね <laughs> ごまかせるのは。ボディーラインっていうか <laughs> っていうかなんだよな。<laughs> ちなみにあれはえっと三、うん、連休の、えっと、横浜にある赤レンガ倉庫っていう <laughs> あ,のめあの観光地ですね。まあ、そうだね,ね有名な。名所というかの。の、うん、と最寄り駅。 の間にあるえっと海沿いというか川沿いの通路みたいなところで撮ってるんですね三連休の中日にはあ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 なので、えっと、後ろ見ていただくとわかるんですけどゴリゴリ人撮ってるすまあ人いっぱいいるね <laughs> <laughs> でもっと言うとあそこを実は踊ってみたの聖地の一つであそこでよく夜とかライトアップされるんですねペンタちゃんんとかが動画を撮ってるんですああそうなんだうんここなんだ <laughs> イル,イルミネーションとかそういうのがこうついてるときにそれバックに踊った動画とか結構出てるから、うん、その振り付け踊りたいから本家と同じ場所でとかって可愛い、ね、ダンスを踊,踊ってみたを撮ってる動画がいっぱいある中同じロケ地で僕は馬になって踊ってました。まあいい動画よねこういう動画っていい動画なんだよねっていう感じよね。ななんか 踊ってみたってさ綺麗に踊るとか上手に踊るだけじゃなかったよねっていうのを、うん、あの再認識してほしい5年前の動画でね <laughs> はいああ俺はねここ最近の動画にしようかなと思って「うんえー、君も悪い人でよかった」っていうああ<ー>あの僕が、えー、31になった時の誕生日にあげた <laughs> えー、動画なんだけどあれはねすっごい撮ってて怖かった <laughs> 川, <laughs> 川沿いで一人で撮っててさしかも携帯見たら知らねえなんていうの w i f i モバイルルーターみたいな、うん、あの ID が急に出てきて <laughs>、うん、近くに人がいるんじゃねえかみたいな <laughs> そうなね川沿いでしかも暗い中でも俺の周りには人の気配もしないし視界には誰もいないわけさ、はい でもずっっとそれがあって怖い <laughs> 見られてるんじゃないかみたいなで1人で照明立ててカメラ三脚立ててさうん,、うん、うーんだから「君も悪い人でよかった」は見ていただけると嬉しいかなと思いますね僕の中でははい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 、はいえー、じゃあお互いですよまあせっかくだから僕はね YouTube からリアマさんのやつをねピックアップしたんですけど、うん、やっぱねリアマさんの初めて見た動画、うん が、えモバラ七夕祭り2016。<laughs> <laughs> 祭りのステージで、えー、大人が完全人間になったビーマジックですね。<laughs> <laughs> えー、金曜日のおはようの前の動画ですね。はい,はいはいはい。これで初めてリャマのダンスを、その動画で見たやつなんだよね。ああ<ー>。そう、そう、これがね、やっぱ残ってるというか、俺の中では。ああそう。うん。 ぜひ見てていいただ山のが、あのー、動画とか概要欄に載ってますので <laughs>、えー、<laughs> TikTok ないし、えー、YouTube のね動画も見ていただければと思いますよ。どうですか僕の動画ですって。あまあねあのー、やっぱニコニコのイメージが強かったから俺もね、うん、せっかくだったら YouTube から引っ張りたいなと思ってこう今バーってこう見返してはいるんですけど、うん、そうだねー。 もともとだからあの拓真さんと知り合う前からまあ一方的にたくまさんのことは知ってたし <laughs> そうまあもともとねその、うん、知っててでまあいろいろね動画は見てたんですよ、うん、個人的にね。でも会ってからあのこれは自分も出てくるからあれなんですけどあの「クレイジークレイジーなゴールデン X」っていう、うん。<laughs> そっちかってなったそっちかってなった氷結、うん、の方かと思ってたんだけどじゃないですねあのー、あそれですね<た>思い出深いですね佐久間さんとその一方的に知ってたもうみんなもさあのー、YouTuber さんとかこう見てても、うん、画面の向こうの人って認識じゃないやっぱりまあまあまあ俺もそういう人多いし今もうん でなってたたくまさんと同じステージで一緒に演目をするってなったタイミングがあった時の動画がたくまさんの YouTube のチャンネルに動画として残ってるんですねあれ聞けるんだあ聞けるっていうか音そのまんまで見れるんだっけ今多分ね戻ったはず戻ってるあ<ー>今確認しました、うん、じゃあもうぜひ、えー、クレジクレイジー <laughs> あゴールデンツ、えー、あのねこれはもう 僕の中でのたくまさんとの思い出っていうのが一番ここが。ああ、そうなんだけいろんな意味で忘れられない。ね。うん,うん、動画ですね。まあ、まあ、そのショーケースとしては、まあ、ひどかったけね。いや、ひどかった。でもね、楽しかった。いや、そうね。笑いも取れたしね。うん、<laughs> 受けたしね。そう,そうそう。えー、まあね、だ一番思い出深いかなっていう意味だと、まあ、そういうところで、まあ、 ね、たくまさんだけじゃなくてまあ俺も出てきちゃうけどいや全然,、ね、全然それはそれは変旅としても見れるしね、うん、今となってはあ、まあ、こっからこっから多分空気感は変わってないはず今とうん何にも変わってない <laughs> <laughs> からねぜひあのー、その辺もね見てもらえたらいいなと思っておすすめしました、えーはい、じゃあこの今、えー、言った動画はじゃあ Twitter の方でね、はいえー、この公開収録終わりと 土曜日に再度ツイートしましょうかそうしましょううん忘れないようにしなきゃねじゃあお互い自分の動画をこうツイッターにあげますかあ分かりましたちょっとリマインドください分かりましたなのでぜひツイッターの方もねおろしていただければと思いますはいということでこんなふうにね普通のお便りだったりを募集しておりますのでアンカーのサイトたくまのツイッターの投稿フォーム等に掲載していただければと思いますよろしくお願いいたします 前回のヘンタビこのコーナーですね先週アップロードされた変旅のゲーム実況の裏側や動画に寄せられたコメントを拾っていくコーナーでございますはいえー、前回が「バイオハザードビレッジ」最悪の前触れシャープ10でございます最悪ええー、最悪ですよええー、最悪ですええー、本当に見ていただいた方はねもう、まあ、まあ、本当にあの最悪前触れとして最高の前触れですよ 最高に最悪、うん。最高に最悪。マジで。えー、まあ、うん、なん前振り会ではあるんだよね、今回、パート10に関しては。まあうん。まあね。こんな感じですよっていうので、最後、ね、続いてるっつって、初めて次回予告。入れたね。うん、入れました。かなりね。ね<ー>いや、てかもう、こ、この次なんですよ。本当に。本当に。<laughs> マジで。えー。 見ていない方ぜひ見ていただいてまあ多分ね「バイオハザードビレッジ」自体が結構前の動画じゃえやゲームなので、うんえー、まあ見たことあるこの後何が起こるか分かる人もまあ多分ああなるほどねとここで切るよねっていう感じではあると思う、うん、というところでコメントいただいておりますはいえー、よこさんからいただいておりますありがとうございます、はい、ありがとうございますか <laughs> <laughs> 次回のも気になります 赤ちゃんの声すごく楽しみにしてますどうコメントいただいております <laughs> ありがとうございますいや編集はねちょこちょこいたずらをしたんですけど、うん、あのねテロップでは補えないほどの緊張感がね漂い始めちゃったんだよねねマジで、えー、まあただ次回はねみんなが本当に見たかったものが見れるようんあ言っとくけどただいま ええー、おかえり。<laughs> 本当に、本当にやってて苦痛でしかなかったです。まあ、怖さが旅立つ、まあ、由来というか、うん。最初に初心に戻った感じがしますね。そうね。そういう意味だと。でも、ある程度、あれはね、怖さ旅立ってるよ、やってる側からすると。うん。えー、えー。編集してないで見たらぜ、俺も見たくないもんだっいや俺も見たくない。はい。なので、ぜひ、 編集バージョン見ていただいて <laughs>、はいえー、テロップない、ね、ゲーム実況とかカットないゲーム実況いっぱいあるけど今、ね、そんな中でもねあのテロップとかちょこちょこ編集入れてっていう動画なので、まあ、怖さもあるけどもそれをねちょっと上回るぐらいの面白さもあるのでぜひ本編見ていただければと、えー、思います赤ちゃんの声は本当に苦手なんだ俺。 またそうして,て、ね、犬,犬え八つ墓村か犬神家かどっちか忘れたんだけど、うん、そういうシーンがあってね、えー、コメントいただいております、えー、なんでしりとりしてたのか気になる子ちゃんあこれはねもう一回見てください <laughs>、はい、予告で出てきたやつだねでまあその来週のこの「へンたび通信」で振り返って、うん、裏話できるかなと思うんであぜひ「へンたび通信」も合わせて逃しなく。 はい、えー、よろしくお願いいたしますお願いしますはいはいじゃあ次のコーナー行きましょうか編集したら、ま、このコーナーはリスナーの皆さんから変たびに実況してほしいゲームを皆さんのおすすめポイントとともにリクエストしていただくコーナーでございます <laughs> 何か <laughs> 何かございますか、うん、ど,どうぞ。<laughs> いいですか続けて、続けさせていただいて。ど,ど,どうぞ。大丈夫ですかタイトルコールの前に、あ、やべえ、なんか考えなきゃって思い出したんです。<laughs> <laughs> ひねってひねってひねり切った雑巾でひとしずくの水がこれでした。<laughs> 頑張ったね、えー。頑張りました。ああえー、では、メール読みたいと思います。いいえー、僕を呼んでよさんからいただきました。ありがとうございます。ちゃ,ちゃんとやってもらっていいですか あごめん、ちょっと、おな今日、喉の調子が悪いみたいで、ラジオネームだけ読んでいただいてもいいですかしょうがないなぁ。ちゃんと聞いてなさいよ。はいはいはい。はいということで、改めまして、はいえー、メールいただいております。はい、えー、タクマさん、リヤマさん、こんばんは。えー、何よこんばんは。うでしょ嘘でしょあっとーって。<laughs> <laughs> <ゥー> <laughs>

<laughs> えーまあ、僕が読んでおさからいただきましたありがとうございます高橋 <laughs>、えー、さんリアルさんこんばんはこんばんはこんばんは。他の方々は、えー、人お二人が大好きなホラー系 <laughs> 大好きなホラー系をおすすめされて違う違う違うんだよな,だよな、えー、大好きなホラー系をおすすめされていたので私はあえてお二人があまり遊ばないようなゲームを紹介させていただきます 学園ハンサムです <laughs> イケメンばかりが集まる学園に編入した平々ボンボンな主人公が一癖も二癖どころか癖しかないイケメンたちと共に学園生活を送る日常系ラブコメで、えー、優しいけどちょっとおバカな幼なじみやちょっと危険な不良先輩をはじめとしたイケメンたちのほかにダンディすぎる校長先生そしてかわいいかわいい妹が登場します。恋愛ゲームをやってていいるる姿が想像つかななすぎるので逆に見てみたいなー、えーゲームを 調べてもらったら分かるのですが少し人を選ぶ内容が含まれているのでもしお二人に抵抗がないのであれば候補の一つにいかがでしょうかと <laughs> いただいております。<laughs> 学園ハンサムねこれは有名有名なゲームだねもうねそうだねうんね<ー>まあやったことはない俺もないわやったことはさすがにただビジュアル なんかのコラボで商品とか出てなかったっけコンビニかなんかででなんかあった気がするし<ー>俺ラインスタンプ持ってる <laughs> <laughs> 見たことない人もねもしかしたらいるかもしれないからそうだね何でしょうね顎で人を殺せるゲームそうだね多分え開示以上、うん、<laughs> そんなえー、ゲームだねあでも恋愛ゲームみたいなの まあ、まあ、多分あ<ー>俺たちの選択肢には多分絶対出てこないじゃん、ね、そうだね出てこないね,ねもう面白いよねこれは人から言われないと出てこなかったからこれは面白いねこの手のゲーム「ガクハンサム」って BL あるんだっけ,だっけでも本当に内容がわかんねえんだよな <laughs> わかんないもうあの 顔面しか見てないから覚えてなくてねてい青い青っぽい髪の毛で、うん、<laughs> シャーンってなってるそうねあの先生が使う二等辺三角形の三角定規みたいなするだしそう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 ,うわーでも想像つかんなねなのラブコメなメだろ学園ハンサムじゃないにしろさうん それこそ有名どころで言うとときめきメモリアルとかさ。はいはい,はいはいはい。俺たちがやったらどうなるんだろうね。ね。なんか。頑張って女の子を落とそうとするおじさんたちの奮闘記みたいになるんだろうね。ラブプラスとかね。うん、わー、DS? <laughs> うん。<laughs> DS も知らない人いるんだろう今。多分ね。Nintendo DS。うん。怖<っ>怖いよ。 時の流れって怖いねまさか学園ハンサムからこんなジェネレーションギャップに怯える話になると思わなかったそれでは、えー、もしも我々が学園ハンサムをプレイした場合何が旅立つのでしょうか編集したら低層観念が旅立った <laughs> いくら恋愛系といいえ低層観念はしっかりしてると思うよそう多分俺はイケイケってなっちゃうと思う <laughs> <laughs> だって、ええ、なんだろうなこう、恋愛を成就させるゲームじゃなくて、いかにやるかっていうゲームになりそうだね。<laughs> 我々二人でやったら。うん。なんか、その先みたいな。<laughs> <laughs> を目指していくかな。まあまあ、えー、きれいなふうに言うなら結婚後のね。<laughs> <laughs> そうそうそう。<laughs> 営みと言いましょうか。<laughs> そうね。夫婦生活。えー、<laughs> そこまで見越した上での恋愛だからね。そうそうそうだからね、もうこの年になると、それを見。 見ないと一緒にはなれないの？<laughs> もういい年なんでね。貞層観念。なんかそれわ <laughs>、うん、からない。<laughs> 逆にこの話してるとしっかりしてそうだけどね。<laughs> <laughs> えー、そんな感じでございますかね。はい、はい、ということでね。あの皆さんからのこういうこういったゲームのリクエストですね。まだまだ募集しておりますので、お気軽にえとこをホームからえー、お便りいただけると嬉しいです。 はい、えー、ということでそろそろ時間が迫ってまいりましたふつおた最後にお読みいたしましょうはい私の方から読ませていただきます、うん、ええー、つむさんからお便りりいいたただきまました <laughs> ありがとうございます龍馬 <laughs>、えー、さんこんにさんこんにちはこんにちは,にちは、えー、いつも変旅通信楽しく拝見しています質問なんですがお二、うん、人は異世界転生するならどんな職業についてみたいですか,かっこなお異世界は魔法ありモンスターありのファンタジー系とする とおおりいいただいておりますあ,ありがとうございますどうだろうね俺あれになりたいかもあの酒場のマスターあー絶対だから出ないよね外にね出ない拓馬 <laughs> さんはええー、な,ならそこらへんのこう集まってる勇者と一緒に酒飲んでどうだったのみたいなの聞きたい <laughs>、えー、どうだったのあのモンスターあのクエストやばかったんでしょ聞いてるよいいよ俺がおごるから一杯飲みなよ <laughs> うわ樽,樽のテーブルが置いてあるさ四四五五とどんどんどんって置いてある木造のとこ,、ね、<laughs> とこで後ろにウイスキーとかがずらーって並んでるとこの、ね、あれだねビールじゃなくてエールって呼んでるね多分あエールもうう,こう,うちエールだから異世界だからどうだろうね異世界に転生したら勇者が集まる酒場のマスターになっていただねあーなるほどねまあ俺はやっぱね、うん、せっかくだったらさそういう だって魔法ありモンスターありの世界でしょそうだよファンタジー系だよせっかくならさファンタジーに振り切りたいじゃんうんいやーでもやっぱ一番一番魔法使いでやりたいかな魔法使い白黒いろいろあるじゃん回復系なのか闇の魔法なのかちょっと炎とか氷とか使っちゃうのかとかいやー もう遠距離サポートが出すね <laughs> あなたも前線では戦わないのね前線では戦わない <laughs> 人にそっから出てこないんだねとか言っておきながらさ、うん、<laughs> あなたも後ろだったねそうだよ支援するタイプバフかけたりとか回復するタイプで支援して、えー、クエスト終わったらうちの酒場来るんでしょ <laughs> そうだからあの前なんかザコモンスターとかわらわらって群れてきた時前の前線にバフかけてやってもらってる時の漏れとかが俺んとこ来てうわーってやってるところをバッて助けてくれるみたいなのとかそういうのが見たいえ俺がいや俺があ<ー> <A> なるほどたい助けても助けてもらう側なのそう <laughs> わかんない<え>もしかしたらと<で>後,ろ後ろからというか横からエール,がエールの瓶が飛んできてさ <laughs> カンっつって <laughs> 常連がこんなところで倒れてたらダメだろ早く終わらせこいってかっこいいっ <laughs> て思ってくるいい何結局かっこいいとこ持ってくじゃんいや持ってくたまに<わ>たまに出てくるから <laughs> 俺があれじゃんもう元冒険者のあれじゃんまあそうそうそうあの引退側だから。 でうわ伝説と呼ばれてた男だよこれきっとでもみんな知らないからさうんそんなことはあのいつも明るい陽気なね酒場のマスターなんだよなあいつっていっちゃうおいしい <laughs> うわなんか控えめに言ってなんかムカつくな <laughs> 俺じゃあ魔、ま、王、あ <laughs> <laughs> じゃあ俺魔王,で魔,王魔王倒した後に俺が魔王倒した後にまあうちのお酒でも飲めばいいじゃねえかっつってこの村に移住してくれて魔王をともし二人がね変た異世界転生者の <laughs> <laughs> 片や魔法使い片や酒場のマスターすごいなんか、チートスキルとかがもらえるのが定石なのに、なんかすげえ使いどころが尖ったスキルしかもらえなさそうだね、俺そうだね、えー。コメントいただいております。えー、魔王戦前に、ね、えー、くまさんが最強武器くれるんでしょそう,そう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 。<laughs> そ,うそうそうそう。 あの、後ろにさ、並んでるウィスキーの一本をこうガチャンってやると、ガラ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 って入って、後ろから、ほら、持ってこいっつって。これあった方がいいだろう。うん、お風呂 <laughs> だけどなって言って渡すんだこの件はあの伝説のみたいになのるんで <laughs> まあ、そんな大事なもんじゃねえから <laughs>。かっこいいな。いちいちかっこいいな。なんかむかつく、なんかむかつくわ、これ。 えー、<え>片や酒場の伝説の勇者だったマスターと <laughs> 光栄を得意とする白馬同士いやもうすげえ薄い俺嫌 <laughs> だなもっとなんか贅沢言っときゃよかった <laughs> っ何でもありだからね伊勢丹天聖なんてねくそ <laughs> えということでこの番組では皆さんからのお便りお待ちしております投稿方法はアンカーのサイトタクマのツイッターに投稿フォームが掲載されておりますのでお気軽に投稿していただければと思います、えー、次にお目にかかるのは4月17日19時 YouTube タくまの熊楠町チャンネルにて更新編集したら怖さが旅立ったシーズン2バイオハザードビレッジあと11でお会いいたしましょうお相手はたクマでございました山でございましたそれでは皆さんまた来週また来週